はい、じゃあね、今回ね、新しくフレームタイプの猫の作成動画をね、撮りたいと思います。まあ、簡単なレッスン動画みたいな感じの、この動画にしようと思うので、まあね、参考にしてみてください。まあ、この動画ね、以前から出してる2年前に作ったレッスン動画なんだけど、まあ、この頃とね、だいぶ作り方も変わったりとか、無駄な工程を省いたりとかね、あるいは新しいやり方をこう取り入れたりとかするので、まあね、新しい、技術として参考にしてもらえればいいかなと思います。使う素材は12ミリのガラスカボションで、ガラスカボションつってもさ、なんかいろいろ種類あるじゃん。僕が使ってるのはこれ、見えるかな？ちゃんと半円のラウンドタイプのもの。これの高さが低いものだと、ちょっとね、僕は使いづらいというか、いつもこれを使っているんで、これを使います。で、中にこの中が空洞になっているやつとかもあると思うんだけど、それはね、それぞれ普段皆さんが使っているものを使えばいいんじゃないかなと思います。で、今回使うのは、僕はね、自分の IC とあるので、これで、を使って、まず目を作ります。で、目もね、いろんな作り方があると思うの。レジンで色作ってみたりとかね、絵の具で作ってみたりとか。で、それぞれあとは市販のものを使ってもいいし、別に何が正解っていうことはないので、自分の使いやすい素材、自分の表現したいもの、それを使えばいいだけなので、まあ僕は今回これを使います。で、多分ね、これね、欲しいっていう人、手に入らないんですかっていう人いると思うから、一応概要欄のリンクには貼っておくけど、一応販売はしてます。で、これね、以前売ってたものとちょっと変えてます。もう少しね、まあ、ちょっと見にくいんだけど、もう少しちょっとだけね、こう、光彩の部分をちょっとリアルな感じにした新しいバージョンです。概要欄にリンク貼っとくので、まあ、そこから飛んでいただければ変えるようにはしておきます。じゃあね、早速作っていきます。以前ね、僕はね、接着剤をね、斡旋してたんですよ。このガラスカーボションと IC とくっつけるのに。だけど、ちょっとね、お客さんから接着剤の関係だと思うんだけども、まあどうしてもね、これ印刷してるものなんで、インクっていう、プリンターのインクの関係があって、どうしても黒が紫っぽくなったりするの。なんていうんだ、そのボンドとの相性によっては。それがどうしても起きちゃうんで、僕の使ってるすっごい透明度の高いやつだと、市販品で売ってないもんだから、ちょっとね、用意してあげたかったんだけど、それをちょっとね、販売ができなくて。で、結局その黒目が紫っぽくならないためには何がいいかなっていうところで、結局ね、レジンで固めるのが一番色の変化が起きないんで、レジンをおすすめします。ただね、これ途中でもまた説明していくけど、レジンでやるとね、切っていくときに、切り取るときにね、剥離しちゃう可能性がちょっと高くなるんで、そこはね、ちょっと注意が必要です。まあ、ちょっとね、言ってることは後からわかると思うんで。とりあえずね、レジンで接着をしていきます。それで注意しておかなきゃいけないことがあって、多分ガラスカボションって買ったら、まあ、20個入りとか、例えば100個入りとかもあるけど、こうやってだいぶ入ってると思うんで。で、これね、ちょっとね、どこのメーカーですかっていう質問があるんだけど、答えられないっていうよりも、僕はあまり気にしないで買ってる。なんでかって言ったら、以前買ってたところが、次買おうと思ったらもう、ネットショップなんで、もう全然クローズしてお店が見つからなかったりとか、素材が変わってたりとかして、結構ね、どこのメーカーっていうのはちょっとないんだけれども、ただその中でも、まあ、なるべく良さそうなものっていうかね、買ってみないとわかんないね。まあ、海外製なんで、かなり、素材に、ばらつきがあるのね。で、まあ、綺麗なものもあれば、ここがね、欠けてるものとかも結構あったり、あと、どうしてもね、大差があって、厚さに若干の違いだったり、ガラスのこの半円に歪みがあったりとか、そういうものがあるんで、必ず、まあ、アイシートとかを利用する場合は、例えばこうやって仮に乗っけるじゃない、合わせて。例えばね、これ今まあ大体合ってるんだけれども、ガラスの厚みによっては、このガラスの厚みによっては、左右非対称の黒目、膨張率が変わっちゃって、黒目の大きさがね、左右非対称になっちゃうから、それを何個かね、やっぱりね、
試してできる限りこう近い大きさになるようにそのガラスをね探し出す左右合ってるもので合ってるものをしっかり見てあとはひびがないかとかそういったところも確認をしてそれを使う。どうしてもね歪んじゃうのでこんな感じでまあ大体合ってるね。じゃあこの2つを使おう。まあこんな感じで必ず最初はガラスの剪定から入る。実際にレジンを使っていきます。レジンもね、特に何を使ってるって、毎回結構変わるんだけど、これを使ってるかな。で、気をつけてるのはハードっていうやつを僕は使ってます。レジン詳しくないんだけど、全然。多分皆さんの方が詳しいと思うんだけども、レジンなんかこの柔らかいやつもあるでしょ。あれでやるとどうしてもね、気泡が入っちゃうから、このハードっていうやつを僕は、ね、使ってます。で、これぐらい。これぐらいってわかんないよね。ほんと先っちょポンと乗せて見えるかな？一滴というかね。見えるかな？まあまあ、これぐらい垂らしてる状態のところに、さっきのガラスをしっかり上から乗せていきます。でね、レジンはみ出るでしょ？なるべくこれをちょっとこうやって動かして、このはみ出したレジンの厚さっていうかね、そこをなるべく僕は薄くするようには気をつけてるかな。っていうのは、その切り取るときに、レジンが剥離する原因になっちゃうから、厚すぎると。で、真上からしっかり見て、その正面から見て黒目の位置を合わせる。ちょっと画面から見にくくてごめん。僕の今、目線に合わせてるから、ちょっと。こんなもんかな。こんな感じ。で、レジンのね、その垂らした量が多い。ガラス動いちゃったりするんで、気をつけてあげるといいかな。で、だいたい1ギメが良かったら、レジンライトで照射してあげる。まあ、こんな感じでね、1分間、照射してあげます。まあ、とにかくね、気泡入らないように気をつけるっていうことと、まあ、ガラスの剪定をするっていうことと、そのレジンを塗って、ガラスを装着するときに、はみ出た、レジンの厚さっていうのを薄くなるように広げてあげるというかね。はい。で、こんな感じでね。固まってるんで、これでハサミで僕は切り取ります。で、この時切るときはね、レジンがついてない紙の部分をざっくりこうやってカットしてあげて、で、ここからカットしていくんだけど、すごく切れるハサミを使った方がいいかな、やっぱり。でね、このね、気をつけなきゃいけないとこが、ポイントがあって、気をつけなきゃいけないポイントっていうのはね、このね、ガラスの縁、ギリギリを狙うんじゃなくて、切るときは、そのガラスのこの縁から、まあ、1ミリぐらい外側、このレジンの広がってさ、はみ出た部分、それを少しカットしてあげる。薄めのところをカットしてあげる。ガラスの縁よりも1ミリぐらい大きく、ゆっくり。一気にね、バンって切らない。本当に少しずつ。カットしてあげると、このハサミバチンって入れた時に、このせっかくくっつけたレジンが浮いたりしないんで。こんな感じでね。切っていく。まあ、焦らないことだね。ゆっくり丁寧にやってあげる、この辺は。こんな感じかな。こんな感じ。で、ガラスの縁よりも、まあ1ミリぐらいね。ちょっと余分に。こんな感じ。こんな感じか。こんな感じで、少し余ってる状態にしてあげる。で、反対側も同じ。ほんとね、この、切っていくのを少しずつやった方が、剥離しないんで、剥離の意味がわからないよね。ちょっと待ってね。これ別のものちょっと剥離を見せるから。こんな感じね。で、剥離について今ちょっと説明するね。では特にね、失敗したバージョンじゃないけど、ここの垂らす量がすごく多くしてしまった。そこに乗せてこうやってね、ぐりぐりやってレジンを広げるんだけど、どうしてもさ、それをやっちゃうとね、量が多すぎると、周りにはみ出たレジンの量が多くなるじゃない。そして当然その量は分厚くなるし、まあこういうことをやってしまったとしよう。で、これをね、とりあえずね、レジンライトで照射して固めてあげる。
今から見せるのは失敗例だからね。で、ほら、こんな感じね。わかる？ここがね、このレジンの量が多いから、当然これ、ここの量がね、分厚くなるわけね。このレジンの量が。で、剥離について話をすると、こういうふうにせっかくくっついてる状態ね。こうやって斜めから見ても、こう、ガラス越しにちゃんと目がくっついてるのがわかるじゃない。こうやってね。で、これをさっき言ったように、1ミリ離さずにガラスの縁をギリギリ攻めて切ってみるよ。特にこのはみ出たレジンの厚さが厚ければ厚いほど剥離が起きやすくて、で、ここを丁寧にじゃなくて、雑にね、雑にって言ったらあれだけど、こうパコってこう、切っていってしまう。これ今、剥離が起きてるんだよね。正面から見たらわかんないよね。あ、まだ目がちゃんとついてるな。でも、いくよ。だけど、角度を変えると、あ、見えるよね、これね。この部分ね。シートが剥がれちゃったのね。せっかくくっついてたのが。空気が入っちゃったわけ。それは、この、厚みの部分をバツッと切っちゃったもんだから、一気にここに隙間っていうかがね、できちゃって、こうやって剥離しちゃうんだよね。見えるかな？はいはい。これね。これが起きちゃう。ここがね。というところで、レジンはね、色が変わらなくて、すごくいい。反面、こういう、失敗が起きやすい。それで僕はね、以前ね、ボンドの方がいいよっていう説明をしてたんだよね。だけど、ボンドだと、どうしてもね、そのボンドとの相性で、この黒目が紫っぽくなったり、青っぽくなったり、変色しちゃうんで、レジンを今は、斡旋します。こんな感じでね、やってみてください。で、さっき言ったように、注意点は、レジンをつけすぎない。まあ、少なすぎるのもダメだけどね。で、ガラスの縁を切るんじゃなくて、ちょっと1ミリぐらい開けて、このちょっと白目の部分が残るような感じで。でね、僕は最近やってるのは、これはね、おすすめしてるわけじゃなくて、僕が最近やってることね。白目の部分を表現したくて、ちょっとやってるんだけども、どういうことかっていうと、白目を表現したいのね。で、ちょうどこの、切り取った縁の部分が白目で残ってるから、これを活かそうと思ってたの。で、以前はね、僕ね、樹脂粘土とかで付け足したりしてたの。で、結構白目の作り方ってみんないろいろ工夫してると思うし、作家さんによっていろいろね、作り方あると思うんだけども、まあ、どれも正解だし、自分に合ったやり方っていうのをね、見つけてくれればいいと思うんだけども、僕が最近やってんのは、この状態に対して、上からレジンをかぶせて、そして固めてあげる。この上から、ちょっと多めになんだけど。気泡入らないように、ね、気をつけてるんだけど、気をつけてほしいんだけど、要はこの上からレジンをかぶすことで、筆とかでね、これレジン用の筆みたいなのあるじゃない。ヘラっていうかね。ああいうの使って、これ今ちょっと筆使ってるけど、こう均等に全体的に上に被るように広げてってあげる。で、とりあえず上からまんべんなくコーティングしてあげて、もう一度レジンライトで照射してあげる。で、これね、ティッシュの上でやってるのも、またちょっと意味があってやってるんだけども、余分なレジンがね、広がってティッシュが吸収してくれるんで、切りやすいっていうこと。でね、今、ちょっと照射してる間に今何をやったかっていうちょっと説明をね、すると、こういう状態で今、ガラスカボシの真横にした状態ね、見て、ここが要は白目の部分ね、ここが。で、ここに上からレジンを垂らして、ここに全体的にこうやって膜を作ってあげたっていう感じ。今度はこの、白目の縁の部分。そこを狙って切ってっていいんで、切っていく。だけどね、この時もね、なるべくパキッて言っちゃうんで、ゆっくりね、丁寧に切っていく。まあ、裏側の余分なティッシュはね、まあ、なるべく剥がした方がいいかな。後で接着することとか考えると。
まあ、こんな感じで、あんまりちょっと、まあ、これね、もう少し本当はちゃんと綺麗に丁寧にやった方がいいんだけど、まあ、段差にはちょっとなってるけど、正面から見たら白目の部分は表現できてるんで、で、ハサミで切り取るときにね、剥離しやすかったじゃない。剥離した画像を実際に見せたじゃない。で、あの他にもう一つ剥離する場面があって、それはね、あのね、ベースに取り付けて、目を取り付けて、こう、フェルト固めていくじゃない。で、その時に、例えばね、こうやって、フェルトがさ、まぶたの部分を形成していくじゃない。で、ニードルを刺した時に、ここにヒットした時があるの。すると、ここの角っこから、ここにね、ヒットさせちゃって、ちょうど。すると、こうやって、入っちゃうもんだから、そしたらもう一気にこう、剥離が起きちゃうね。これがあるの。で、僕は以前、もう何回もこれでね、作品のね、目をね、入れ替えるっていうことが起きたから、ボンドがいいねっていうことで、透明度の高いボンドを探して、ボンドでやってたんだけど、でもね、結局最近はね、全部レジンにしてます。理由はね、やっぱり一番綺麗に見えるから。で、まあ、ちょっとね、何が言いたいかっていうと、この剥離が起きちゃうっていうリスクを、今のその白目を作るね、工程で、上からさらにコーティングしたじゃない、こうやってね。することで、ここに要は、膜がさらにできてるから、まあ、ニードルがヒットしても、剥離が起きにくい状態ができてるんで、まあ、これはね、最近僕がやっている手法です。はい。じゃあ、こんな感じ。で、まあ、白目の部分っていうかね、膜がコーティングされて、剥離が起きにくい状態にしてるんだけど、ただね、この後もちょっと注意点があって、コーティングしたじゃない。で、固まってないうちにあまりベタベタ触ると、レジンやばいから、やばいうちは指紋ついちゃったりするし、あとどうしてもガラスと比べて傷がつきやすい、この表面に。だから、こっから先ね、ベースにつけて、ニードル刺していくときに、この目玉自体を傷つけないように気をつける必要はちょっと出てくるかな。はい、まずは目玉の話、終わります。これから猫の顔のベースを作っていきます。で、まずね、素材を持って、わたわたどれぐらいの量がいいかっていうと、まあ、今回はね、12ミリの目玉を作るので、だいたいね、そんなね、こういうそのベースを作るわけだけど、大きさ的には、だいたい目玉のサイズの、僕の基準ね、は4倍ぐらい。目玉サイズの4倍。なので、10ミリの目玉だったら、ベースの幅っていうのは4センチぐらいね、ぐらい、あくまでも。何センチって言っても、結局そっから大きさ変わってっからね、肉付けをして。で、まあ何グラムっていう基準は僕は持ってないんだけども、大体こうやって片手で持てるぐらいの量を手に取って固めていく。で、最初はね、これスピード針なんだけど、スピード針とか太針とか、そういうものを使って、まあ、まずは、ざっくりと大雑把に固めていく。で、この最初固める段階でさ、気をつけなきゃいけないことって、外側ばっかりを固めない。しっかり中も固まるようにしっかりと刺して固めてあげる。まずはね、僕は基本的に普通に球体、丸を作るつもりである程度最初は作っていって、とにかくこの丸の中心をやわい状態にしね、しっかり固めてあげる。全般的に同じような硬さになってくるよ。最初、こうやってね、しっかり深く奥まで刺してたら、最初に固まってくるの中心部分からだと思うから、で、中心部分がだんだん硬くなってきたら、それに合わせて表面の硬さを揃えてってやるようなイメージ。だからこれ今、針の刺さり方見せたらわかると思うけど、そんなに今深くは入ってない。最初はね、やばい時はここまで刺し込んでたけど、中がもう固まってきて、その表面を、要は、卵の黄身の部分が固まってきたから、白身の部分を固めるようなイメージで言ってくれたらいいんだけど、だからこれぐらいの刺し具合でいいよね。
全体的にそうやって揃えてってやるイメージで僕はやってる。ちょっとね、レッスン動画っていうかね、この作り方の動画だから、なるべくちょっとこう、本当はいろいろ説明しながらしてあげたいんだけど、もちろん必要なところは説明つけるけど、ちょっとね、当然無言が続く動画になっちゃうんだけど、ちょっと勘弁して。どうしてもね、この喋りながらずっとできるんだけど、いろんなことし、なんだろう、伝えながらね。でも、シナリオこう、ないし、こう、作業しながら頭の中でパッパパッパと思いついたことを喋りながら作ってると、どうしてもね、この話、あっち、こっち飛んじゃって、必要な、この作り方の部分が伝わらなくなっちゃうから、なるべく必要なことだけしか喋らないようにするから、ちょっとね、間延びした動画になるかもしれないけど、それでも、その作成工程を、なるべく、端折ったり、飛ばしたりしたくないんだよね。しっかりみんなが見れるようにね。だからちょっとこう、無言の時間もあるかもしれないけどね。そういうところはね、ちょっと、早送りして、見たりとかね、してみて。で、最初ね、こう、球体を、まん丸だよ。球体を作ってるんだけど、少しずつこの、平べったくしていくように。なんか、そうだね、シューマイを作るような感じ。形としては。そんな感じで、少しずつ固めていく。あ、これ大きいかもしれないね、ちょっと。で、僕は大体こう、上下っていうかね、やったらこの側面の部分も固めていく。で、この時ね、まあ、みんなそれぞれやり方あると思うけど、指ささないように気をつけて。で、こうやって固めていくと、こういう形になってはいくんだけど、まあ、どこが弱いかっていうのはわかるよね。もう思いっきり、この角の、この部分だね。この部分は全般的に弱いから、ここもしっかり潰してあげる。で、今最初はね、スピード針とかレギュラー針使ってやるんだけど、ある程度スピード針とか角針とか使って形になってきたら、次はもう入りやすいレギュラー針に切り替える。これ今使ってるのはレギュラー針の5本針ね。で、ちょっとこの弱い角を、こういう風に僕は全部一回潰しちゃうんだよね。これ別の動画でもね、作り方、ベースの作り方動画、出してるけど、そこでも言ってると思うんだけど、リアルな作品作るためには、ある程度ね、ベース固く作らなきゃダメ。とはいえだよ。そこまで硬い状態にしないでも、すごくリアルに作れる作家さんだっているし、結局ね、好みの問題なんだよね。自分の作風の問題。で、僕は、やばいとこから始めてきたけど、どうしてもね、リアルにしていくために気づいたところは、僕はもう固くするっていう答えだったのに。ただもう、固くと言ってもさ、ガチガチに固くするわけじゃないよ。ある程度のところでやめるんだけど、逆に固くしすぎると、うまく作れなくなっちゃうしね。で、もちろん限界はあるんだけど、で、僕の正解は、まあ、固くするっていう。なんだよね。だけどこれも好みがあるから、僕が例えばね、これぐらい固くするんだよ、基準はこうだよって言ったところで、その人の作風に合う合わないっていうのは多分あると思うね。最初わからないじゃあ、一つの基準としてやってみて、あといろんな作家さんの やり方はね、やっぱりね、一度は試してみる。で、その中で自分に合ったものを見つけて、自分の技術に昇華していく。今使ってる針は全部レギュラー針ね。この弱くなってる角の部分をちょっとメインで刺してってるんだけど。で、そのベースの大きさね。僕はその設計図を作る、設計図っていうかマニュアルを作りたくないから、あまりこの何センチっていうのは言わないんだけど、でも、一応ね、僕の中で持ってる基準としては、ベースまず作るんだったら、目玉のサイズの4倍くらいの大きさのものを作るね。で、今回は12ミリの目玉使うから、まあ、4倍だから、4.8 か。見えるかな。今だいたいいい感じなんだよね。これくらいの大きさになるんじゃないかな。とはいえだよ。とはいえそれは結局肉付けをしてったらサイズ自体はポンと大きくなるわけで、
実際これ12ミリの目玉が入ってる大きさでね、ベースはこれぐらいだけど、まあ、作品サイズはこれくらいに肉付けしていけばなるんだから、で食毛したら当然もう少し大きくなるからね、一応ねそんな基準は持ってるから、だけど必ずその4倍だよとは言わないっていうか、別に結局そこも作り方が違えば全然話が変わってくる話なんで、僕の作り方でやるなら大体今4倍を目安に持ってたらまあいいんじゃないかな。あ、ごめん。で、これ今ね、仕上げ針が全部入ってる。5本ね。それで、今度は刺していく。結構ね、その最初の初心者の頃ね、はもうレギュラー針ばっかり使ってたんだけど、だんだんね、こう、細かい部分をリアルに作れるようになってくると、まあ、最近はそうでもないけど、一時期ね、もう、極細の仕上げ針とかしか使わなかった時期があったんだけど、もうレギュラー針もスピードも、太針もいらないなってなって、もう極細だけで作ってた時期があるんだけど、まあやっぱりね、時間がかかっちゃうんで、元に戻したんだけど、極細針のいいところ、スピード針はもう固まってってくれるから、スピードが本当に速くできるから、そのままいいなっていうのと、レギュラー針は、まあスピードほどじゃないけど、しっかり固めてくれる。で、形を作ってくれる。一番使いやすいところね。で、仕上げが細いから、サクサク入ってくるから、サクサクしすぎて、なんか固まってないような、感覚を最初の頃僕も持ってたのね。でも、使ってるうちに、こう、本当にギュッと締め込むには、この仕上げ針が一番適してるんだと思うね。表面もさ、ほら、針の穴が開かないし、綺麗だし、ね。だ一見こうやって固まってないような感覚に襲われるんだけど、しっかりとね、同じ箇所をずっと刺し続けてあげたら、ぐぐぐぐっとこう、全体的にギュギュギュッとこう、締まっていく。感覚がそのうち分かると思うんで。まあ、そんな、感触、感覚、こういったものを感じながらね、作ることがすごく大事だと思うんだけど。結構皆さん、まあ、どうしてもしょうがないんだけど、フェルト教室に通ったりとか、あるいはね、その、本とか YouTube 見てさ、学ぶじゃない。で、やっぱりその作り方そのもの、形とか、そういうことばっかり、視覚的なところばっかりをこう追い求めちゃうんだけど、それよりも大事なのは本当に、目ではわからない、重さでは測れない、そういう感覚の部分、感触の部分、そっちの、ね、感覚をこう身につける方がすごく大事だから、だから僕は、その上達の妨げになるから、あんまりマニュアル、化されたそのなんだカリキュラムをこなすっていうのは僕はあまり好きじゃないんだよね。否定してるわけじゃないよ。もちろんこういう作り方ですってマニュアルがあって手順書があって1から10までバーって全部その設計図通りに作れるのはねすごくいい利点もいっぱいあるわけね。最初の頃はさだってやり方わからないんだからその手順マニュアル通りに作れたらそれは最高だ。ただここから先さらに上手くなろうって思うんだったら、それで技術を身につけた後、自分でね、しっかり考えながら作れるような、なんだろう、考え方っていうか、そういう感覚を持ってなきゃだ。どうしてもね、ほら、与えられたものだけをやるっていうのはさ、まあまあ仕事によく例える。んだけど、その、作業と変わらないじゃない。目の前のものを与えられた手順、教えられた手順通りに形にしていく。それってただの作業で面しくもなんともないし、その先伸びない。だから、本当にこれを仕事にしていきたいとかね、作家としてやっていきたいって思う人は、最初はそのマニュアル通り、作業手順を学んで、その通りにやって技術を身につける。その後は、やっぱりこの、自分の職にしていくつもりがあるなら、感覚的な部分っていうかな。
こういうものを伸ばすつもりでやっていかなきゃダメ。あ、いけない。間を持たそうと思って。全然あまり話さなければいいことも話しちゃってるね。ちょっと、あれだね。作り方の話のみにちょっと集中するね。で、刺しててもやっぱりこういうとこがね、すごく弱いから、そこをちょっともう一回、弱いなと思ったら、いつまでもずっと仕上げ針でやっては締まっていかないんで、やっぱり遅いんで、スピードがね。そういう時はまたレギュラーに変えたりして、しっかり、全般的に締めてやる。あ、一個ね、注意しておくべきことがあって、結構この、上達していかない人、上達のスピードが遅い人っていうかね、どこでつまずいてるかって、いろいろポイントがあるんだけど、まず最初にね、みんなやりがちなことって、例えばまあこういう、円錐を作ってるわけじゃない。で、この角がね、できて、綺麗に残したいと。で、ここ弱いのね、さっき説明した通りね。弱い。弱いんだけど、なんかね、この形にこだわって、弱いのに、これをね、残そうとする。この形を保とうとする。そして、なんとか固めようとするんだけど、もう、ここが刺さってる、針の刺さるね、回数が少ないのは、もう、物理的にそれが起きてんだから、どんなに他のとこを刺し固めたって固まってくことはないんだから、思い切ってこれを崩すことね。みんなやっぱりその、せっかくできた形っていうのをなかなか崩せずにいて、そこがやばいのに、崩れちゃうからって、固めないで形だけを残してこだわっちゃう。それをやっちゃうとね、結局、後から崩れちゃうわけだから。もう、形が変わることを恐れずに、潰してしまう。だって、これで凹んでさ、極端に凹んで、ああ、変な風になっちゃったってなったら、足せばいいだけなんだから。これ、スピード針ね、今使ってる。結局、やっぱりここがね、ちょっと締め込んでても弱いから、またスピード針を出してきて、固めます。でね、今ちょっと簡単に説明をすると、これベースの動画でも説明した話なんだけど、今ね、こう、ベースを作ってるじゃない。で、今上からこうやって、ニードルでね、こうやって刺してたんだけど、僕がどういう風に刺してるかっていうと、例えば、このポイントを、同じ箇所を、1,2,3,4,5,6,7,8 とか、まあ、それは自分のリズム回数でいいんだけど、僕はだいたい8回とか10回、同じところを刺し続けるのね。ある程度、これぐらいの形になってきたときね。したら次、どうするかっていうと、少し被せて、また 1,2,3,4,5,6,7,8 とかって、自分のリズムを、均等なリズムで刺していくわけね。で、次も、こう被っていくじゃない。っていうので、こういう風に、リズムを取って刺していったら、次は、この、中心部を刺していって、っていうような感じ。もうそういう風にこう、もう、刺し残しがない。綺麗にまんべんなく刺してるっていう状態をイメージしながら、刺してるね。一応それもね、まあコツっちゃコツだと思うんで、まあちょっとね、説明をしたんだけどね。それを裏表やる。だいぶ固まってきたら、今度は、仕上げ針でやる。1,2,3,4,5,6,7,8。こんな感じでね。まあ大体でいいんだけど、当然、硬いとこ、やばいとこがあるから、そこで使い分ければいいんだけども、やばいところはやっぱり回数刺さなきゃいけないし、硬いとこは少なくてもいいし、とにかく大事なのは、全体的に刺し残しがないように、まんべんなく刺すっていうことは心がけてるかな。はい、じゃあね、これで大体いいとこかな。4.5 センチくらいかね。少し、4.8 が理想だから、理想っていうか、だいたいまあ、
4.5 から5センチくらいありゃいいんじゃないかな。10ミリ、12ミリ使う。こうやってね、潰してやったら広がるしね。まだ。で、次。次の工程ね。じゃあ、ここからどうするかっていうと、まずはこう、マーキングするんだけど、まあ、大体こう、中心にこう、マーキングするじゃない。まあ、大体こう、十字切ってね、中心狙ってね。一応測った方がいいよ。で、線を書いて、で、目の位置をこれから決めるんだけど、まあ、今回は、まあ、こう、中心からそれぞれこの半分くらいでいいかな。大体でいいよ。大体こう、同じポイントに、つけてあげる。で、ね、これ、オーダーの子を作るときは、僕は、目の位置と鼻の位置を写真と合わせて位置決めをするんだけど、これもね、僕ね、感覚でしかやってなくて、設計図とか書かない人だから、まあそれも経験でつけていく感覚でやってるんですけど。で、まあとりあえず目の位置、ここに仮にして、まあ乗せてみるよね、大体。まあ大体いい感じになるじゃない。で、僕ね、一応やってるのは、まあ図面とか引かないけど、一応モデルの子を見ながら、その子の顔に近くなるように絵は描く。一応下書きじゃないけど。それでこの目の、目尻の位置とかもなんとなくね、作る前にこうイメージするっていうか、こうざっくりとだけど、まあこんな感じで描くんだよね。で、例えばさ、スコティッシュとかだったら鼻短いじゃない。で、その子によって鼻の位置、この鼻の位置を書いてあげて、まあ、これぐらいまでの下書きをしてあげる。で、大事にしているのは、まあ、普段はこんな書かないよ、こんな赤でね。今これ動画だから書くけど、この三角形、目の中心と鼻の中心。ここの三角形の形をモデルの子の写真からこの三角形を読み取ってそれを反映させてあげる。それが一番最初にこう、似せる僕の中のね、コツなんだけども、これをやらないとどうしてもね、似なくなってしまう。だから僕は必ず最初にこれをやってる。だけど、図面引ける人は図面引いたりした方がきっといいよ。はい、じゃあ次ね。こんな感じでできたものに対して目玉を装着するんだけど、まあ、下書きしてるからそのままそこにつけるんだけど、一応ね、コツとしては、これもちょっとその子によるんだけど、一応ね、僕は、わかるかな、これ。目をつけるときに気にしてるのは、この黒目が少しだけこうやって、少しだけね、やりすぎはダメだよ。ハの字になるように意識してつけてる。特に黒目が、瞳孔が閉じてるような細い目のとき、作るときは特に意識して、ハの字。まあ、黒い目あんまりいいときはね、だいたいまっすぐでもいいと思う。少しだけハの字にしてあげる。ここを気をつける。この時点で僕はね、あまり実はね、ここで接着しないのね。だけどみんなは、みんなっていうか慣れてないうちは、ここでも接着してしまった方がいいと思う。というわけで今回は接着します。まあ普通の手芸ボンドでも木工用ボンドでも何でもいいから、目の裏に、まあ、適量ボンドをつけて、つけてあげる。こっちも一緒ね。ボンドをつけて接着していく。こんな感じかな。でね、この僕はちょっとね、慣れてるから普段は接着しないわけね。で、接着しないのにはちょっと理由があって、表情はこんな表情、目の黒目の大きさはこんなやつで作ってくださいってオーダーを受けた時に、どうしてもね、微妙にずれてしまう時があるから、その時に目玉を取り外したいのね。だから接着しないんだけども、接着しちゃうとさ、ほら大変じゃない。
顔崩れちゃうから外すときにね。だからなるべく接着しないでやってるんだけども、まあ最初の慣れないうちは接着した方がいいんじゃないかな、やりやすいんじゃないかな。でちょっとこれを乾くまで待ちます。で乾くまでちょっと待った間に少し話をしておくと、これね、あのねこれあるでしょ、目で右利き左利き、あとはその作り方の癖がどうしても出てね、僕はこの目、右目が上がりやすいどうしても。でそれがそういうね、左右均等に作れない癖っていうのが必ず自分の作り方の中に絶対出てくるから、必ず癖はあるから、でその癖を早い段階で見つける、自分の癖っていうの、そこを意識さえすることできたら、作るときにね、そこを気をつけてやればいいだけなのね。まぶたを作っていくんだけど、これもね、量はこれぐらいっていうかね、まあこんなもんだよね、適当に。で、これだとさ、ほら、薄さが厚さが違うじゃない。こっちは薄いし、こっちは厚いし。で、これを均等にしたいのね。で、僕は大体こうやって、三つ折りっていうか、この、端っこの薄い部分をなくすように少し折り込んだりして、まあこんな感じで、だいたいなんとなくね、なんとなくなんだけど、まあ均等の大きさになったら最後もう一回折ってやるね。で僕は最初に固めるこのままこれをかぶせるんだけど、見えないね。これでいいかな。ここにね、こうやってかぶせちゃうね。目の半分が隠れるように。で、この時のこの角度っていうのが、目頭の位置と目尻の位置、そこを狙ってつけてあげる。でまずはその目頭と目尻の位置をスピード針で少し押さえて決めてあげたら、今度はね、この目玉の縁をこうやって刺してってあげる。以前のね、僕のレッスン動画だと、この目をつける前に目玉の土台みたいなのつけてたのね。で、今はね、その工程はやってない。で、なんでその以前目玉の、目玉のその土台っていう、今この目の前に画像出してるけど、これを作ってたかっていうと、結構猫作るときみんなありがち、初心者のあるあるだと思うんだけども、植毛までして完成したときに、目がね、くぼんじゃうっていうか奥まってるというかね。で、それを防ぐために、あえて目の土台を出して、目を前面に出して、こう、植毛した時も沈み込まないように してたんだけど、結局ね、あまり効果がなくてって、まあ効果はあるんだけど、ちょっとなかなかやっぱり難しくて、あとはこの、今のこれからのやり方なんだけど、これができたら、結局その工程必要ないなっていうところで今省いてね、やってます。で、目の周りをこうやって刺していくじゃない。で、刺したらこの余分な外側の部分をまずベースに貼り付けてあげて、邪魔だからね。貼り付けてあげる。で、まだこの部分はもうふわふわ、やばい状態じゃない。これを刺していく。だけど、こうやってまともにまっすぐ刺したところで目玉があるから刺さらないじゃない。じゃあどうやって刺すかっていうと、横から見たんですね。ガラスの目玉があって、下まぶたから作ってるから今ここにこうフェルトがかぶってるわけじゃない、ここにベースがあってね。で今この辺を刺してついた状態で、まあ、この辺がまだ柔らかいと。でこれを刺していくんだけど、さっき言ったようにニードルをこの方向で刺したらガラスに当たってしまって刺さっていかないんで、これを避けて固めていく。ガラスを避けて、こういう風に刺す。
こういうふうに、ガラスのギリギリ際を出していく。で最初はね、あまりザク、これスピード針ね。ザクザク、深く刺さなくていいから、先っちょ当てるぐらいのイメージでいいから、この際の部分から少しずつ、ガラスに当てないように、斜めに少しずつ少しずつ刺していく。まずはこの、なんていうんだろう、横方向に刺してあげて、よかったら次は、少しね、こう、まぶたを押さえながら、縦方向に締め込んでってあげる。これも軽く、当てるだけぐらいのイメージ。当てるっていうよりも、こう、ニードルのこの、一番1個目のギザギザの部分があるね、返しの部分ね。そこぐらいまでしか刺さないぐらいのイメージ。で、最初ね、この、半分ぐらいまでこうやって被ってたところを刺していって、目を、まぶたをめくってってあげる時は少しずつ広げてあげる。それをしっかりと固めながらやる。で、薄くてもね、あまり薄すぎるのはダメだけど、薄かったら後からまた足せるから。次、レギュラー針に持ち替えてやる。で、この時に、今ね、この目玉はレジンコーティングしてるもんだから、そのレジンの部分をね、こう、ニードルで傷つけちゃうと、目がね、くすんじゃうから、なるべくこう、目玉に当てないようにしてあげる。まあ、もしね、傷ついてくすんだとしても、まあ、最終的にまたレジン上からコーティングしてあげれば、綺麗にはなるから、大丈夫なんだけど、なるべくね、その、無駄な工程は作らない。で、こう、結構、まぶたがすごく重要で、どれだけこの厚みを薄くできるかがかかってるから、ここはね、時間かかってもいいから丁寧にやってあげる。まあ、ひとまずこんなもんかな。で、こっち側の下まぶたができたんだよね。じゃあ次、上まぶたを作るから、また同じくらいの量を取って、薄い部分を折り込んで、閉じてあげる。で、この時ね、この、あまりこれ短いと、まぶたに全部かからないから、しっかりかけてあげれる長さを確保しておく。で、同じようにまた目の半分が被るように。そして、目尻と目頭の部分を押さえてあげて、あとは同じね、その目の周りから固めていく。で、上まぶたが大体ついたら今度は目に、眼球に被っている部分の柔らかいのを固めていく。もうさっきと説明は一緒ね。ガラスに傷つけないように、ガラスに当てないように、横に這わせて、横方向から固めていく。これなんで先に横方向から固めていくかっていうと、縦を先に固めていってしまうと、やばい状態だから、どん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 まぶたがめくれ上がっちゃうんだよ。だから先に、横方向に固めてあげて、ある程度のそのまぶたの硬さを作ってから、縦にこうやって入れてってあげる。すると、必要以上に、まぶたがめくれ上がらないというか、開きすぎないんで。で、オーダーの時は、目の形っていうか、そのまぶたの形だよね。目尻の位置とか、その子によって個体差があるじゃない。それでかなり印象が変わるんで、もううちの子オーダー作るときは、この段階から意識をして作ってあげる。例えばね、まぶた、こういう子もいれば、なんだろう。切れ上がった感じの子、目尻の位置が高い子もいたりするじゃない。あとはこの、見えてないね。こんな感じのことかね。あるいは、まあ、極端だけどね。こういう子だっているわけじゃない。で、その、まぶた、目の形をどう表現するかで、かなり印象が変わっちゃうんで。とりあえず今、まぶたは作ってるけど、まだ第一段階っていうかね、これでまぶたが完成してるわけじゃないから。こっから何回もね、上に被せていくことになるんで、こっから先の工程。
からまずはひとまずこんな感じでまぶたを作るんだよっていうこと。はい、こんな感じね。じゃあ引き続きね、反対側も作っていく。やり方は同じ。余分なとこ折りたたんでって、で、その一番最初に言ったその右目と左目のその高さが変わったりするっていうのは、この時に起きるから。まぶたのその目尻の位置、つける位置、左右で変わってしまうんで、その後、鼻を作るときに鼻の位置が変わってくるんで、で、結果出来上がったらどちらかの目が高くなってるとか、そういうことがあるから、そこをちょっと気にしながらね、進める。できるだけできるだけこうやってまぶたの厚さをね薄くしてあげる。で今だいたいつけたんだけど、これわかるかな。今ね左右のまぶた、特に下まぶたなんだけど、ここがね足りないの。こっちがしっかりかぶってんだけど、こっちが浮いてる。こういうのはその見つけてる状態の時に足してあげればいいから、今これがねほらわかる、この部分が足りないんだよね。ここを補強してあげる。やり方は一緒。その補強する部分にしっかり羊毛を入れてあげて、また横方向から固めてあげて、余分なところはくっつけて、はい、こんな感じね。しっかり足りないところも補強された状態。で、ここまでできたら僕は次はね、鼻を作るんだよね、鼻筋をね。で、鼻筋を作るんだけど、いきなりここを作るんじゃなくて、ここにね、僕は土台を作るんだよね。鼻と口の付け根になるような土台。で、ここは、ちょっとお結び型のものをここにこうやって付けてあげて、こんな感じね、お結び型をつけてあげる。これぐらいの大きさ。そうだな。一応この時ね、このお結びの大きさっていうのは、僕は、この黒目の、この三角の底辺の幅はね、だいたいこんな感じ。黒目の下に、それが端っこがあるように。これ以上、大きくならない。したら、これ以上ね、大きくしちゃうと、すごい鼻ドーンって大きいような、口元が大きい作品ができちゃうから、こんな感じ。ここまだがっちり固めなくてもいいんで、とりあえずこんな感じで、ここを盛り上げるっていうかね、土台を作るんだよね。で、それができたら、次、これぐらいの量、適当に取って、鼻筋を作るんだよね。で、これもね、こうやって、もう感覚でしかないんだけど、適当にこうやって丸めて、僕は作ってんだけど、こんな感じでね、丸めたものをここにつけて合わせていくんだけど、もしやりにくい人は先にこれね、ある程度固めてからつけた方が多分つけやすいと思う。こんな感じでひとまず鼻筋をつけるのね。こんな感じでね、とりあえずね。こんな風に、これもひとまずなんだけどね。とりあえず鼻筋を作る。で、この時に気をつけるように、さっき言ったように、その、目の水平っていうかね、目の高さ、左右の高さと、この鼻筋が曲がってないように、これが曲がっちゃうと、左右、目の高さが変わっちゃうからね。まずは鼻をつける。で、この鼻つける時にさ、この部分あるじゃない、ここ。ここね、ここ。ここを一番低くしてあげる。今の段階ではね。で、この柔らかい部分はある程度叩いて、潰しといていいから。で、少しまあ、鼻筋のベースができたような感じだね。言ってみれば。でね、次、何をやるかって言ったら、ここをね、補強したいのね、ここ。で、これは何、どういう部分を言ってるかっていうと、わかるかな？
ここの部分、ここ、頬骨っていうかさ、目の下のこの骨の出っ張りと、この頬骨にかけてっていうか、ここをね、形成したいのね。これはまだ薄、ただまぶたつけただけで薄いから、そこを作りたい。で、これも適量を手に取って、まあ、こんな感じで、長ひょろく丸めてあげる。で、この端っこの部分を目尻の方に持ってってあげる。少し目尻より上ぐらいでもいい。で、そこに上から刺してあげる。さっきつけたまぶたにね、貼り付けてあげるって感じ。で、この伸びてる部分は、さっきのこの鼻筋あるじゃん。鼻筋の横につけてあげる。まあ、ひとまずつけたらこんな感じね。で、あとはこれを固めていくだけ。こんな感じで、ここを作っていくね。で、気をつけるのは、このね、頬骨っていうかさ、ここは盛り上がっていいんだけど、まぶた自体を厚くしない。で、ここはしっかりとまた平らにしてあげるね。で、ある程度形ができたら、まあ、僕はこれなんだろう。仕上げ針ね。仕上げ針で、全体的にその、付け足したパーツの部分を締め込んでってあげる。で、こうやって締め込んでってあげて、まあ、最初のこのベース作ったじゃない。これに近い、できる、まあ、ここまで硬くならないよ。硬くならないんだけど、できる限り近い硬さまで持ってってあげる。こんな感じね。ここを作ってあげる。はい、反対側。目尻よりも少し高い位置につけてあげるね。端っこの部分。あとはまぶたに装着してあげる。まぶたにね、装着した分のところね、分厚くなってるから、そこをしっかりまた、まぶたは薄くしてってあげる。ある程度できてきたら、仕上げ針で締め込んでいく。しっかりとね。どうかな？大体いいかな？どうだろう？こんな感じね。頬骨の部分ね。ここの部分ね。これを作ってやる。で、なんとなく見てきたらわかるけど、まあ、鼻筋の土台になる部分と、髭袋の土台になるような部分が見えてきたじゃない。で、なんとなく猫っぽくなってきたでしょ。で、ちょっと今この作品のとこなんだけど、まあ、髭袋の土台になるとこ、まあ、固めてないからなんだけど、こっち量が多かったから多くなってるけど、こっちちょっと足りない。で、こういうところは均等にしてあげる。しっかり。まあ、ひとまずね、土台の部分で、まだこれから上に何層も重ねていくんで、ある程度大丈夫だから。じゃあね、もう一度、今度は。鼻筋をやろうかな。鼻筋をもう少し補強。さっき作った鼻筋の土台の上に、またしっかりとね、今度は。鼻筋を作ってあげる。多分ね、みんなこう作ってて勘違いしてるなって思うことって、例えばこうやって今鼻作ってるじゃない。あるいはこれから髭袋作ったりとかね。まぶたでもそうなんだけど。なんか何でもかんでもね、みんなね、一発で作ろうとしすぎ。そうじゃなくて、こう、何層も何層も重ねて、何回も何回も形を少しずつ少しずつ形成していくもんだって思ってたら、またちょっとね、作り方変わっていくんじゃないかな。一発で作ろうとするから、だから最初にこう、なんとなく形ができたものを大事にしすぎて崩せない。もう崩しちゃえばいい。柔らかいのにその形をこう、保とうとしちゃう。そうじゃなくても、やばいもんはやばいもんでダメなんだから、もうさっさと潰してしまう。で、あとは付け足せばいいだけなんだ。一発で形を作ろうとしない。何回も何回も少しずつ少しずつ形作っていくものだよっていうふうに考えて。
くかな。大体ここね、しっかりと鼻筋、しっかりと見えるように、ある程度形作ってあげる。そしてこれも、ある程度形ができたら、仕上げ針で締め込んでね、硬さを出してあげる。で、これで全然締まっていかなかったり、固まらなかったり、なんだろう、こう、凹んでったりするようであれば、まあ、量が足りないんだから、量を少し足してあげればいい。まあ、ひとまずね、こんなもんにしとこうか。で、次、じゃあ、ひげ袋の土台があまりちゃんとできてないから、ここをもう少し作るよ。で、適量を取って、これね、まだ土台だからね、ひげ袋を作るわけじゃないからね。まあ、ちょっとさ、この、なんだろう、小豆？納豆？小豆ぐらい、小豆？うん、納豆ぐらいの大きさにして、一回ね、仮でひげ袋みたいのつけてあげる。こうやってね。こんな感じね。で、みんなね、いきなりこうやってドンってひげ袋を作っちゃうのね。だから、この鼻っていうか口元がボンってでかくなったり、ちょっと不自然な感じになっちゃうね。これね、多分みんなやりがちだと思う。もう最初僕もそうだった。なかなかね、なんでこううまく猫の顔作れないんだろうって悩んで悩んでね。結局ここにたどり着くんだけど。まあ今みたいにね、この、中粒の納豆ぐらいの大きさにして、一度つけて、それをね、こう、つけてってあげる。で、さっきのさ、ほら、頬骨の部分あるじゃない。この部分と連結させて、とりあえず形の説明をすると、わかるかな？ここは凹んでる部分なんだけど、こんな感じ。ここをね、みんなね、まん丸く作りすぎ。じゃなくて、この楕円形。小豆のようなね、豆粒のような形にする。で、ここは頬骨と連結させて、凹む部分。この部分っていう。これが、ヒゲ袋の土台。あくまでも土台なのね。じゃあ反対側行くよ。同じように中粒の納豆ぐらいの大きさのものを作ってあげて、楕円形ね、ここにつけてあげる。で、スピード針とかでこうやって、まずは押さえ込んであげる。楕円形の形を保ってね。ついてるでしょ？こうやってね。こうやってね。楕円形の形を。で、これを、そのまま今度は、少しずつ潰していって、全体的に貼り付けてあげる。ここね。この部分ね。ここは、凹ますね。ちょっとね、図解で説明すると、まあ今こう、鼻筋ができてて、頬骨の部分作って、で、今ここを作ったんでしょ？こう、小豆大のこの楕円形のものをこうやって作って、ここと連携させたんだよね。だから今、こんな感じのものができてる。で、さっき、凹ますんだよって言った。この部分を凹ますんだよっていうのは、この部分ね。この辺の部分を、まあ、この辺の部分は、凹ますんだよっていうようなイメージでいてくれたらいいかな。今横から見ると、こんな感じね。で、これはあくまでも土台だよっていう話。で、初心者の頃に、初心者っていうか、猫が苦手な人、初心者の頃とかにやりがちなのは、ここを、ドンってね、こういう風に大きく丸を作っちゃうんだよね。で、口をつけちゃうから、すごくおかしな顔になっちゃう。そうではなくて、ここはあくまでも鼻があったら、楕円形の、こういうひげ袋のイメージでいると、リアルな猫に近づいてるから。ね、ここがね、こういう風に大きくなっちゃうね。これが余分。こういうところを気をつけてみて。
じゃあね、とりあえず土台を締め込んでいくと。ここもあれだよ、何度も何度も言うけど、いい形ができた。でも、柔らかかったら意味がないからね。形ができたけど、全然締まっていかない。今これもそうだけど、わかるこれ。こっちが潰れてるよね。要は、こっちよりも量が少なかったのね。で、こういう時は思いっきりね、固めるためにしっかりと潰してあげて、足りない分を足してあげるね。で、ここの、ヒゲ袋の部分あるでしょ。これ人によっては、あまり固めないで作る人いると思う。あの、作家さんによってはね。なんでかって言ったら、ここね、あまりガチガチにしちゃうと、最後ね、ヒゲ入れるときね、硬くて入っていかない。だから、ちょっとね、柔めに作るのもありだよ。僕もそうだね、まだこの、今作ってんのは、ヒゲ袋の土台の部分だから、硬くするけど、この先作るヒゲ袋の部分については、少しね、柔らめに作る。まあ、猫っぽくなってきたね。まあ、ひとまずだけど、とりあえず、ここまでにするね。ヒゲ袋の土台までね。で、いきなり今度こっち側を完成させてっても、全体のバランスを見ながら作らないと、イメージが湧かないから、次さ、ほら、おでこの部分。こっちが、薄っぺらいから、ここをまず作ってあげる。額を作ってあげる。で、ここもね、おにぎりというか、こんな感じで折り込んでって、適当じゃ適当なんだけど、ね、大きさとしてはこんな感じ。この部分に、この部分にね、この盛り上がってる部分を作りたいわけね。ここの部分をね。で、これぐらいの量を、まあ、適度に折り込んでって、厚さを出して、ここ。さっき鼻筋を作った時に、ここが低くなるんだよって言ったこの目の中心の部分っていうかね、このラインの部分くらいにここの下が来るようにして、まあ、とりあえず仮決めをして、で、ここをちょっと目に被るような感じにしといていいから、その上を固めてあげる。で、今、貼り付いちゃう状態ね。こんな感じね。で、これを全体的に圧着してあげる。まあ、僕が使ってるニードルっていうのは、なんだっけ、浜中じゃなくて、クローバーさんか。クローバーっていうメーカーの出してる、このスピード針と、スピード針か。あと、その、レギュラーとは呼んでるけど、その辺の普通の細針と極細の針は、まあ、別のとこで買って、やってるんだけど、まあその3種類くらいしか使ってないんだよね。道具はね、針、特にニードルはそうね、好みがあると思うから、僕も何種類かね、結構買って試したんだけど、まあ、使いにくいのもあったりして、全然イメージ通りに固まってくれないなとかね。使ってみなきゃわかんないよね。はい、とりあえずね、まずこんな感じで固めてあげる。で、これが、まあ、額のベースっていうか、額になっていくんだけども、まだね、この状態では完成じゃない。これも同じように、何度も何度も、少しずつ少しずつ、微調整しながら、形作っていくね。で、今、今度、ここが薄いじゃない。この、つなぎ目っていうかね、まぶたの上が、薄いから、ここもね、少しね、補強してあげる。で、この時に気をつけるのが、まぶたの上にね、こういう風に、乗せるんだけど、まぶた自体を分厚くしないように注意するね。なんだろう、この、つけたこの土台っていうか、この部分があるでしょ、この部分ね。こことのこの、段差をなくすような、なだらかにするようなものをここにつけてあげるね。まあ、ここもね、まだ
後から少しずつ少しずつ微調整をしながらやっていくんで、ひとまず炭酸をなくすようにして、まぶたが熱くならないようにしてくっつけたら、まずは OK ね。ひとまず OK ね。こんな感じね。で、反対側もいく。まあ、こうやって適量取って折り込んで、まあ、まぶた作る時の感じと一緒。僕はこんな感じでやっていくんだよね。で、やりにくいっていう人は、自分で先にね、ある程度固まってしまったものをこうやってね、合わせてくっつけてもいいと思うよ。ここの目的は、さっきの額の盛り上がりとの段差をなくすっていうことと、この上まぶたの薄さを少しね、補ってあげる。まあ、何度も同じことっていうかね、同じようなことを言うんだけど、その何でもそうね、この作品を作るのでもそう、一つの何か動作をするのでもそう、その今これ、この動作は何のためにやってるのかっていうことを抑えながらやってほしいんだよね、必ず。それをただ形だけを真似して作るっていうのは、まあ、それはそれでね、ある程度の技術はつくんだけど、その先伸びないからね。ちゃんと理由、目的、何のためにっていうことを理解しながらやらないと、あ、だからこういう風にするんだ。じゃあこういう風にしなきゃいけないなっていうことが分かってくるんだろうね。で、両方ね、大体つけたら全般的にちょっとこの額の形を整えていくんだけど、ここでやってほしいことがあって、ここ、この今指で押さえてる。これで、もう見たら分かんない。ここへこんでるでしょ。この部分ね。へこんでる。ここのへこみをね、出すようにしてほしいね。みんな結構ね、こういう細かいところができてなくて、ここ、まん丸に作っちゃうのね。すると、最終的に猫らしいシルエットにならないから、今僕が刺してるとこね、この辺を、少し、へこませといてあげる。まあ今、概略でいい。概略で。後から待って。形作っていく。こんな感じね。こんな感じ。で、今ね、このつなぎ目とかもさ、くっついてなくてはっきり見えちゃってるから、こういうのも後でなくしていくんだけども、まあ、こういうね、つなぎ目とかその段差とかそういうのも、植毛で隠れるからいいやじゃなくて、やっぱりそのベースの状態でもモデルさんに似てることが似せて作る。すごく大事なコツでもあるから、ベースをしっかりと大事にしたい。うん。ひとまずこんな感じかな。第一段階じゃないけど、それぞれのベースになる部分ができたっていう状態。ここから第二段じゃないけど、顎作ってって、髭袋作って、全体的な形成をしていくっていう段階に入っていくんだけど、ちょっとね、動画が長くなるんで、まずひとまず、ここで、今回はね、終了するからね。で、最後にね、話をまとめると、まあ、ベースはしっかり固く作りましょう。形の作り方、うんぬんっていうのは、まあ、動画の中で説明してきたけど、大事なのは、その、見て形を真似して作る、じゃなくて、今何のためにこの部分を作ってるんだろうっていうことを理解しながらやるんだよっていうところだけね、押さえておいてくれればいいかな。はい。じゃあ今回はここまでです。